よろしくお願いします天下が新天皇として即位されるまで残り2ヶ月余りとなりました、うん、皇太子としての歩みを振り返るとともに即位を控えた現在の心境や新たな時代に臨む決意をお聞かせください皇室全体では皇族の減少や高齢化が進んでいますが殿下はどのような皇室の 未来像を描かれていますか今から30年前昭和から平成の新しい見栄えの移り変わりを私は皇居の吹上御所で迎えました深い悲しみの中に一つの時代が終わったという感慨が頭の中を駆け巡ったことを記憶しています 立場が変わったことを認識しつつも。最初は、しばらくは。皇太子様と呼ばれても。何か。実感がわからなかったことを覚えています。ただ、昭和の時代から。回数は限られますが。現在の。両陛下の。ご公務に。ご一緒したり。昭和六十年には。私自身も。昭和天皇の。国事行為、臨時代行。 務めさせていたただくなどしたことは皇太子としての準備を進めさせていただく機会になったものとありがたく思っております。実際に皇太子となってからは自分の中でもその役割に対する自覚というものがより根付いてきたように思います。特に平成3年2月に立体師の礼を陛下に 取り行っていただいたことで、その気持ちがより強くなったことを思い出します。皇太子としての活動を行うにあたって、国民お,おあたっては国民の幸せを願い、国民と共にありたいと思っておられる陛下をお助けすべく、皇太子として自分に何ができるかを常に考えながら。 一つ一つの公務に取り組んでまいりました。私はさまざまな行事の機会に、あるいは被災地の視察として各地を訪問してまいりましたが、国民の中に入り、国民に少しでも寄り添うことを目指し、行く先々では多くの方々のお話を聞き、 皆さんの置かれている状況や関心、皇室が国民のために何をすべきかなどについて、的確に感じ取れるように、国民と接する機会を広く持つよう心がけてまいりました。こうしたことは、今後とも自分の活動の大きな柱として大切にしていきたいと思います。国際親善と それに伴う交流活動も皇室の重要な公務の一つであると思います。これまでこれについてはこれまで三十カ国以上を親善訪問し、また日本に来られた賓客や外国青年代表、国際師匠受賞者と多くの外国の方とお会いするものお会いしたの。 お会会いする機会がありましたこうしたことが日本と各国との友好親善の一助となったのであれば幸いです。またこれらの経験によって自分自身も世界に対する視野を広げ関心を深めることができたように思いありがたく思っております。平成28年 8月8日の天皇陛下のお言葉以来、これから私が担うこととなる重責について、改めて思いを巡らせる機会も増えてきましたが、その度に、両陛下のこれまでのご苦労とご努力に感謝と尊敬の念を覚えます。また両陛下から様々な機会に、 多くのお話を伺わせてきていただいていることも、今後、公務に取り組んでいく際の <laughs> 大きな道しるべとなるものであり、大変ありがたいことと思っております。これからのことを思うと、とても厳粛な気持ちになりますが、引き続き自己研査に努めながら、過去の天皇の なさりようを心に留め国民を思い、国民のために祈るとともに、両陛下がなさっておられるように、国民に常に寄り添い、人々と共に喜び、あるいは共に悲しみながら、象徴としての務めを果たしてまいりたいと思います。また 以前も述べたとおり、私が長年携わってきました水問題についても、そのことを切り口に、豊かさや防災など、国民生活の安定と発展について、考えを巡らせることもできると思います。日本の変化に富む豊かな国土は、 同時に自然災害、例えば台風や豪雨、津波などの影響を受けやすいことから、水問題,の水問題への取り組みで得られた知見も、これからの務めの中で、国民生活の安定と発展を願い、また防災・減災の重要性を考えていく上で、大切に 生かしていいいきたいと思います皇室の将来像についてのご質問については、男性皇族の割合が減り、高齢化が進んでいること、また、女性皇族は結婚により、皇籍を離脱しなければならないということは、将来の皇室の在り方とも関係する問題です。 ただ、制度に関わる事項については、私からこの場で言及することは控えたいと思います。皇室の在り方に関しては、国民と心を共にし、苦楽を共にする皇室ということが基本であり、これは時代を超えて受け継がれてきているものだと思います。 過去の天皇が歩んでこられた道と、天皇は日本国および日本国民統合の象徴であるとの日本国憲法の規定に思いをいたし、国民と苦楽を共にしながら、国民の幸せを願い、象徴とはどうあるべきか、その望ましいやり方を 求め続けることが大切であるとの考えは今も変わっておりません同時にその時代時代で新しい風が吹くように皇室の在り方もその時代時代によって変わってくるものと思います私も過去からさまざまなことを学び古くからの伝統を しっかりと引き継いでいくとともにそれぞれの時代に応じて求められる皇室のあり方を追い求めていきたいと思います天皇陛下は4月30日に退位されます象徴としての務めを果たしてこられた天皇陛下と支えてこられた皇后様に どのような思いを抱かれていますかまた大位という形でのお題代わりについては殿下はどのように捉えていらっしゃいますか天皇陛下には御即位されて以来長年にわたり日本国憲法の天皇の規定と歴代の天皇の歴史に思いをいたされ常に 国民の幸せを願い国民に寄り添い苦楽を共にしながら象徴天皇としてのお務めを果たされる中でそのあるべき姿について全身全霊をもって模索をしてこられましたまた皇后陛下にはそうした陛下のお気持ちを心から共有され常に 陛下をお支えになってこられました。そして、陛下には。そのような皇后陛下を敬愛され。両陛下で、両陛下でご一緒に。歩みを進めてこられました。こうした両陛下の。これまでの歩みに。思いを致すたびに。両陛下に対して。深い感謝と。敬意の念を覚えております。 両陛下には、今後とも末永くお健やかにお過ごしいただけますよう、心よりお祈り申し上げます。また、両陛下がこの30年余り、一つ一つの行事を大切に思われ、真摯にお勤めに取り組んでこられるお姿を、私も、そして雅子も間近に拝見する機会を、 いただいてまいりましたそのようにおそばで学ばせていただいたことの幸せを改めてかみしめるとともに両陛下のお心遣いに感謝申し上げますそしてそのお姿をしっかりと心に刻み自己の研鑽に励みつつ今後とも務めに 取り組んでまいりたいと思います私自身について言えば両陛下のお手元で温かい家庭において慈しみを受けながらお育ていただきまた音楽やスポーツの楽しみを教えていただ,きい,ただいたり留学といったえがたい経験をさせていただいたりしたことが自分にとっても 大きな糧となっていることに。深く感謝をしております。大尉につい、大尉という形での。お題代わりについての質問ですが。陛下の御大尉については。以前もこの場で。お話した通り。陛下が。全身全霊をもって。象徴の務めを果たしていくことが。難しくなるのではないか。と。 ご暗示になられていることにとても心を揺さぶられましたがそのようなお考えに至られた背景については十分にお察し申し上げますで私としましてはこうした陛下のお考えを真摯に受け止めるとともに常に心にとどめこれからの務めを果たしていく考えです ご家族についてお伺いします雅子様は着実に活動の幅を広げられていますが皇后になられた後の活動の見通しや年間が感じられた変化についてお聞かせくださいまた春に高校3年生になられる愛子さまの今後の進路や将来の活動についてご家族でどのような話をされていますか 雅子はこの一年も体調に気をつけながら講師にわたりできる限りの務めを果たそうと種々の工夫を凝らしつつ一生懸命に努力を積み重ねてきておりますそうした努力の結果昨年12月の誕生日に際しての感想の中でも述べておりますとおり活動の幅が少しずつではありますが 着実に広がってきていることを本人も嬉しく思っておりますし私も共に嬉しく思いますその過程では訪問先などで多くの方々から笑顔で温かく迎えていただいたことは雅子にとって本当に大きな支えとなっておりました私も雅子と共に改めて 国民のの皆様に感謝の気持ちをお伝えしたいいと思います一方で、着実に回復してきているとはいえ、依然としてその途上にあり、体調には波もありますので、政子には引き続き焦ることなく、少しずつ活動の幅を広げていってほしいと願っております。 今後は自身の置かれる立場が変わることで公務も多くなる中、一朝一夕にすべてをこなせるようになるわけではないと思いますが、政子はこれからも体調に気をつけながら回復を目指してさらに努力を重ねていくと思いますので、国民の皆様には引き続き、 回復を温かく見守っていただければと思います。雅子にはこれまで私や愛子のことにもいろいろとよく心を配り、私の活動を支えてきてくれています。私もできる限り力になり、雅子を支えていきたいと思っております。愛子は。 この1年、イートンカレッジでのサマースクールや秋の関西地方への修学旅行などを経て一段と成長を遂げたように感じています。青春期には誰しもが経験するようにこうしたえがたい経験を通じて自分の世界が大きく広がったものと思います。 これからの数年間は、自分自身が将来について、いろいろと思いを巡らせる時期になりますので、お友達や先生方など、周りの方々と話し合い、自身での施策を深めていってほしいと思います。イートンでのサマースクールや修学旅行、学校の課題など、 普段から愛子から私たち2人にはいろいろと話をしてくれてますし大事な事柄についてはその都度相談に来ることもあります今後とも大学への進路といった将来のことやその時々の悩みなどについて相談を受けることもあると思いますが親として 本人の気持ちをしっかりと聞きながら、良い助言ができればと思っています。